浜本智美さんね、浜友さんこと浜本智美さんに登場していただきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほらもう待つらしい、すごいあのプレッシャーのある、いやいやもう松田聖子さんもここなんか雰囲気そのままや、もうここの辺ですか。いや本当に似てます。まあこうやってずっと、お話をしてるとだんだん分かってきますけど、皆さんね、はい、ということで、まあ、あのちょっと僕 の, あのキャンプ情報はまあさておき、せっかくで登場していただきましたんで、あのぜひちょっと簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、はい、浜友こと、浜本智美と申します。はい、私はですね、魂のソウル覚醒コーチといって、あのコーチングの、スキルを使いまして、まあ、コーチングとその核という技術を使いまして、その人の、魂を覚醒させて、その人の本音だったりですとか、まあ、素直な心を引き出して、その人の本来の姿に、本来の姿ですとか行きたい方向にこう導いていくっていう、そういうお仕事をしております。はい、でセルフブランディングっていうのも、もう、見た目のセルフブランディングではなくて、もう自分の芯からしっかりと自分をブランドにしていこうというやり方で、今、セミナーをさせていただいております。はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。いやなんかね、はい、いつもこう、フェイスブックとか見させていただいてたら、はいはい、すごくまあお若いし、で、まあ、まあ僕と親子ぐらいの差があるんで、はい、あれなんですが、はい、すごくパワフルで、YouTube とかもちょっと拝見させてもらったんですけど、はい、ありがとうございます。ものすごく ストレートなメッセージでバンバン入ってくるようなね、お話をされてたりとか、まあそういうことがすごくこう、まあ、初めてこうご覧になっている方はどんな人やろうっていうことで、思われるか分かりませんけど、何しろこの本ね、まずこの自分にね、はい、これ自分に素直な、はい、まあ、女と書いて人と書いてね、自分に素直な人が結局一番うまくいくというね、この本を、出版されたと。で、はい、その同時に僕たちね、はい、本当にこんなご縁というか確率はまあないなと思うんですけど、同じクローバー出版様から出させていただいて、でそのご縁でね、今回こうやって、僕浜友さんのこと知らなかったんですけど、はい、ある途中でピコーンってなんかメッセンジャーが来て、はい、まあ、嬉しい話なんですけど、はい、結構でもすごくやっぱり行動力ありますよね、そういう部分で、その直接またメッセンジャーをくれるっていうね。あ、そうですね、あの時確か新聞の広告ですよね、うんうん、そうそうそうそ う, そ う, そう新聞の広告をですね、Facebook で見た時に、編集長が、あ、今は社長になるのかな、うんうん、小田さんがはいはい、はい、2つボンって両2つね載せてくださってたんですよね、並べて、これそうね、これとこれ、はい、これ結構大きい広告ですよね、すよ、これとこれね、はい、はい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 、そうなんです、それを2つバンってこう、はい、Facebook に載せてくださってて、うんうん、親と思って、同じ日に広告が出る方がいるんだなっていうので、気になって、はい、ちょっと調べさせていただいて、はいで、あ、これはぜひ読んでみたいっていうことで、はい、ちょっとすごくご縁を感じて、連絡をさせていただいたという。いやー、はい、僕はもう本当に嬉しい光栄な話ですけども、まあ、女性の方から、はい、しかも松田聖子に似た人から、はい、ピコーンってメッセンジャーあげた、これまた迷惑メッセンジャーちゃうんかなって一瞬ね、確認しましたよね。ほんだら、あ、そうかそうか、同じあれでみたいな感じで、僕もすごいご縁を感じてですね、で、まあ、そこから、浜友さんのいろんなこう情報をちょっと調べさせていただいて、なんかすごい共通点があってね、元ヘアメイクアーティストでもあるということで、まあ、僕も今、このメイク師の仕事をしてますけども、はい、まあ、そういうところからすごい共通点があって親しみを感じてですね、もう今日は初めて、これ今一応ライブ配信してますけど、まだお会いしたこともないというね、はい、そうですね、なんか不思議ですよね、うん、これね、はい、そうですね、まだ全然、うんうん、本当私が一方的に
あのご連絡させてもらって、うんうん、はい、あの本当にいろいろとなんかよくしていただいてってあれよあれよで、なぜかライブ配信に出演しているっていう感じで、そうですね、はい、まあ、本当にありがたいです。いやでもやっぱりなんかこうあの興味がすごく湧くような、なんかすごくいろんなメッセンジャー、はい、メッセージとかその記事もね、あのブログとかも読ませていただいたんですけど、まあ、はい、ぜひこの日本女性を元気にするという意味において、はい、まあ、浜友さんのようなね、なんかすごくこう、もちろんずっと今のようなこの元気よさがあったわけでもないという、はい、まあ、ちょっと、はい、ね、暗闇の時代というんでしょうか誰でも、まあ、暗闇っちゃ多くではないけど、まあ、トンネルの時代があると思うんですけどもね、はい、まあ、そんなこんなで、今まで来たことをね、ちょっとこれから少しですね、うん、皆さんにもお話を聞かせて、浜田さん、はい、はい、来ました、コメント、ゆうこちゃん、はい、あのゆうこちゃん第1回目のね、あのゲストの方でカウンセラーの方なんですけど、あの今もね執筆活動されてて、あの多分、はい、クローバーさんから出られると思いますけども、とにかくすっごい僕もあの仲良くさせていただいてるんですけど、うん、ゆうこちゃんもすごいあのいい方でございますので、ぜひつながってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、あのもうお友達ですね。はい、やっぱり早いわね。クローバー出版さんのなんかズームのなんかあった時に、はい、お友達にならせていただいた記憶があります。さすが早いですね、はい、さすが早い。そっかそっか、はい、ありがとうございます。まあ、はい、まあ、ゆうこちゃん、ね、あの、はい、見ていただいてる方ね、はい、何でも結構です。質問でもね、何でも、うん、あの、浜友さんにね、応援メッセージでもコメントお願いします。はい、ということで、はい、まあ、でもそのこの魂のソウル覚醒コーチっていうのが、まあ、そもそもこれご自身でなんか開発された、はい、オリジナルっていうかな、どういう、僕、うん、はい、どういうあれなんですかこれって。はい、私もともとあのコーチングの、まあ、コーチングですとか心理学ですとか、まあ、いろんな学びを自分なりにこう独学で結構してきまして、で、そのコーチングっていうものを使ってで、とにかく自分の内面を掘り下げるっていう作業をとことんやるっていうことをして、うんうん、まあ、そこからプラスどうしていきたいかっていうのを、導いていくっていう、もうとにかく深掘りしてさらにプラスを目指していくっていう、うんうん、まあ、私的にはそのなんていうんですかね、コーチングっていうのはそもそもはこうマイナスじゃないな、ゼロのフラットのところからプラスにしていくっていう作業なんですけれども、うんうん、私の場合ですと、ちょっとマイナスのところ、自分の自己肯定感が低かったりとか、自分自身が見えてなかったりとかっていう、ちょっとこうマイナスのところの部分から、一気に自分の夢を見つけて羽ばたいていくっていう、この、私的にはこうハイブリッドって呼んでるんですけど、ほう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 、夢をあの叶えるっていうことの、まあ、ハイブリッドバージョンっていうので、うん、自分で夢を、迎えに行こうっていう風に言っております。はい。自分で見つけて自分で迎えに行くそのスピード感っていうのを、私のコンテンツを通じて、まあ身につけていただいて、そして自分の力でこう今後も元気に生きていく力を身につけるっていう、はい。そういうコンテンツを、はい、開発してやっております。はい。へー。はい。なんかその、ハイブリッドでこう夢にパーッと迎えに行くという今言葉が出ましたけど、はい、このなんか写真を見させていただくとですね、すごく若いし、このなんかこう、はい、なんかピュアなイメージがすごくしててですね、はい、その、このイメージとこの力強さ、メッセージの、YouTube の あの動画なんか見てもらったら分かりますけども、体を張った動画やってますよね、はい、もう すっぴんになってメイクをこうしてああしてって言ってね、まあ、そういうのも昔ではこう考えられなかったということをね、はい、昔はもっとあれやったんでしょ、なんか容姿コンプレックスがあったとか、幽霊そんなんがあったって本当ですか。そうですね、もともとヘアメイクを目指したのも、すごくもう自分の見た目にコンプレックスがあったんですね。なので、うん、もっと綺麗になれなったら幸せになれるはずと思ってヘアメイクを目指したんですよ。はい、なんで人を綺麗にしたいっていうよりは自分が綺麗になりたかったっていうのが一番で、そうすればきっと人生は変わるっていう風に信じてやっていって、うん、
ってたっていうのがあるぐらいすごくコンプレックスがありました、うん、はい、もうそんなあの、はい、まあまあこの そのご本人がそういうふうに思ったんだからそうだと思うんですけど、どう見ても美人ですよね、その松田聖子みたいな感じですやんね。でしかもそのまあ素顔を見た時はみんなびっくりする、いやいやびっくりしましたびっくりせんけど、まあこんなこと言ったらもうあの敵になる女性から敵対意識でも、こうすごくその作っていく時のメイクのこの差を出すその動画ってすごくやっぱり勇気を与えますよね、はい、あれね。あ、そうですね、やっぱり、うん、綺麗になるって、まあ、私はその自分で実際にあのヘアメイクっていう仕事をしてみて思ったのは、うん、本当に綺麗になれれば幸せになれるっていうわけではないっていうことに気がついたわけですよそう、で自分でこう身をもって体験して、もうすごくお金をかけてプロの技術を手に入れて、自分自身でこう最高の自分を演出できるっていうスキルを手に入れたんですけど、うんうん、別にそんなに現状は変わらなかったんですよね。あっていうことがあって、あ、これは私は見た目っていうか外見にこだわりすぎているのではないかなっていうのが分かったので、うんうん、そこから心の勉強に入っていったんです。なるほど、はい、はいはいはい、いやまさしくそうですね要は、外見でコンプレックスにフォーカスしてばっかりしてたところで何も変わらない、はい、もう本当に言われる通りですね。ハマトフさん、今ちょっとねこのイヤホンがもしかして当たってないかな、どっか、あ、大丈夫かな、はい、ちょっとすれてたから大丈夫ですね、はい、はい、OKOK、はい、そうそう、だから僕、ね、ヘアメイクもされてるし同じようなことで分かるんだけど、やっぱりメイクね、メイクは潜在意識的なことを絡んでるってことは、やっぱりそう思ったら分かりますよね、はい、僕の本も読んでいただいたから分かると思うんですけどね、はい、もうめっちゃもうめっちゃうなずきながら読んでましたね。で最終的にはもう素直になって自分を本当に認めるっていうか、はい、どんな自分も素晴らしい自分ってこう感じれるようになった時にね、はい、一番のまあ幸せというんでしょうかね、もう本当に、うん、それを感じますよね。で、はい、この本のこともちょっといろいろと、まあ、今日は時間的にあっという間に過ぎると思うんやけども、本の中のこの、ね、エピソードってすごく逆に僕ねすごく良かったんですよ。だからアマゾンにもちょっとレビューさせていただいたんですけどね、ありがとうございます、はい、これうまく構成さ、いや僕が言うのもなんですけど構成がすごいなと思ったのが、はい、やっぱり、読者と寄り添ってる自分の人生のエピソードをちょいちょいこう入れてますよね、具体的にちゃんと、はい、でそんな中でこうなんか親しみを感じたりして、はい、まあ、今でこそそんな、浜友さんですけど、このね私は言葉に支えられて生きてきたっていうここら辺がすごくちょっと響いたんです僕ね。お、覚えてますこれ書いてるところ、はいはい、その中で、まあ、15年間ずっと忘れずに持ち続けている言葉がこの星は行動の星であるという、はいね、これをこう昔から大ファンのこれ佐藤はじめさんの本だったんですね、これ、斉藤ひとりさんですね。ああごめんなさい、斉藤ひとりさんね、はい、老眼で見えなかったすいません。でその20代前半に仕事がうまくいかなくて悩んだ時に手に取った本に書いてありました、その本の言葉に、はい、支えられてずっと来たというね。でそのエピソードがありながら今逆にその浜友さんの言葉に支えられてる人がいっぱい出ると思うんですよ、はい、うん、はい、そんな中でそのやっぱ言葉ってすごくこの本に、力を今出して書かれてると思うんですけど、なんか著書の何かその合宿とかも、はい、なんかさ、あ、ちょっと待ってくださいね、あ、マーサさん、はい、ヒデさん、はい、こんばんは、マーサさん、ありがとうございます、九州から見ていただいてます、またね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、前回のそうですそうです、ね、はい、ゲストの、はい、ありがとうございます、そう、嬉しいです、ね、で、そう、で、今何やったっけな、今ちょっと待って、ね、先にもこれを見てもらおう、この合宿で、はい、あっち行きこっち行きしてしまって悪いんですけど、はい、何やったっけ、合宿してるじゃないですか、執筆合宿ですか。そう執筆合宿とこれとまた別なんか、はい、僕もいっぱい情報がありすぎてね、
まず出費画質についてちょっと教えてください。その後これをちょっと。はい。あ、執筆合宿はですね、まあ、一人で執筆するのって、結構こう、なんていうのかな、うんうん、難しかったりするじゃないですか。まあ、集中はできますけど、うん、誰かと一緒だと、より集中力が増すし、うんうんうん、こう途中で情報交換とかっていうのができたりとかするので、ちょっと今回初めてでも企画してみたことなんですよ。執筆合宿っていうのは。はあはあ、で、もう一人、ちょっとこれから本を出すっていう方がいたので、その方と一緒に、もうオンライン上で2日間ずっと書き続けてみようよっていうのを企画して、はあ、やってみたんです。はあ。はい。そうです。まあ、でも執筆合宿っていうのもそうですけど、はい、そういうことをこう出した瞬間にまたやっていくという新しい企画それからこのノートなんとかもあるでしょ、これ覚醒ノート術、はい、そうです。これは何ですか、これもすごく、はい、これはですね、私がやっているその、コンテンツの中のツールの一つでノートを使って、うんね、で、やっぱり書くことによって自分を一旦こう自分の内面を外側に出して客観的に見るっていう作業をしてもらうんですけど、うんうん、まあ、それが、一番大事なんですね。自分を客観的に見るっていう作業、うん、はい。で、これを自分の私の、ノート術っていうのは3つのノートを使うっていうやり方で、やってるんですけれども、はい、書けばそうなんです。自分の内面を掘り下げるノートの使い方と、行動に移すノートの使い方と、それをいつやるかっていうノートの使い方っていう、その3ステップを、ノートを使って自分でセルフコーチングをするっていう、はい、そういうやり方で今ノートの使い方を教えているところです。はい、なるほどね。はい、すごいいろんなことやってるもんね、この、はい、これもメッセージまあもう最初にせっかくね写真いただいてるやつ、はい、これ答えはあなたの中にあるという、嫌われても大丈夫っていうね、はい、これは、はい、ギャラリーっていうことは何かどっかで出してるんですか、インスタとか。そうですね、インスタグラムで、はい、出してますね。もうこれ起業2年前に起業したんですけど、起業当時にちょっと何していいか分かんなくて、どうやって自分を PR していいのかが分からなくてとりあえずもう分かんないけど、分かんないのでとりあえず自分の写真を撮ってメッセージを書いてインスタに載せてブログを書くっていうのをずっとやってたんです。はい、結構な数やっててますよね、これだったら。そうですね、はい、毎日書いてました、自分で写真撮って。すごいな。はい、そんなことをしておりました。はい、なんかやっぱり豆ですよね。マサさん、博多から見てますってことで、ありがとうございます。嬉しいです。自分を客観的に見ることが大事、ね、はい、そうなんです。客観的に見ることが大事で、その客観的に見てるのが、客観的に見てる自分が本当の自分なんですね。うんうん、はい、うん。なので、はい。うん、なので、私はまず一度内面を全部出してごらんって、で、客観的に見てごらんっていうふうに、はい。すごく高い視点から自分を見るのが、本当の自分だよっていうふうに伝えて、うんうんうん、はい。はいはいはい。はい。そうか。はい。ノートを使って3ステップのセルフコーチング、はい、確かに答えは自分の中にある。もうね、マーサさんね、いつもこうやってね、はい、コメント書いていただいてね、落とし込んでくれるんですよ、復習のように書いて。いや、ありがとうございます、嬉しいです。確かにね、はい、客観的に自分を捉えられてる時っていうのはすごく自分の位置が分かりやすいから、向いていく方向っていうのがね、はい、よく冷静に考えられるけど、もう、はい、もうなんかそんな時って見えてたらいいけど、見えない時ってのはもうどこに自分がいてるかもわからないし、もう目の前の食べていこうかねよ、なんとかこう稼がなかんっていうの時なんかはもうそんな余裕全くなかったですけどね、うん、そうですね、もう普通はそうね、そういうふうに皆さんこう自分の主観だけで、自分の見えてる世界だけでこう物事を考えがちなので、そうするとこう視野がすごく狭くなっちゃうっていう、うんうん、
うん、狭くなると悩みが増えるんですよね、うんうん、なのでもうちょっとでもその悩みを減らすっていうことがやっぱり大事なので視点を高く客観的に見ることで悩みがどんどん少なくなっていくっていう、はい、そんな浜友さんですけども、はい、小学校の、息子さんもお持ちでですね、はい、野球とかされてるけど、はい、子育てに悩んだりとかですね、はい、例えば自分のその何で、ブログとかでなんか、はい、炎上したことあるんですか？炎上って書いてるけどそんなことあったんですか？炎上したことありますね。はい、そうですね、なんかこう当時まだ私25とかぐらいの時にブログ書き始めたんですけど、うんうんうん、その時に私よりももっと売れてるブロガーの方の、うんうん、を参考にして書いてた、うん、作ってたんですね、このフォーム、うんうん、フォーマットっていうか、はいはいはい、これをすごく言われちゃって、はあ、それをこう、はあ、拡散された、拡散というか、はい、私の真似をしているみたいな感じで、わーっていう感じに、そのファンの方たちからこうわーっていう感じがあってでもそれはやっぱり私も反省しました。なんかそういうふうに、取られてしまったっていうのはいけなかったっていうふうに、まあ、今は反省してます。当時はなんでって思ってたんですけど、はい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 、今はそういうふうにやっぱ勘違いされることをしてはいけないんだなっていう、うんうん、はい、本当にはそうじゃないんだけども、まあそういう細心の注意がいるんだなっていうのは、そこでやっぱネットのルールっていうか、そこは学びました、すごく、うんうん、はい、ネット上でこう勘違いされるようなことをしてはいけないとか言ってはいけないとか、うん、その表現方法っていうのは、はいはい、そのもう自分の身をもって学んできましたなるほどね、やっぱりいろんな経験をしてね、はい、いや本当に一個間違うとこういろんな本当に炎上とかあるし、はい、何か嫌ですよね。でもそういうのもね、なんか一生懸命 やっててある程度成果が出てきて成功していってる人の足を叩くっていう人は必ず出てきますよ、ある程度の一定数 ね、はい、だからそれにはやっぱりビビってたらまたそれはそれで何も進まない部分もあるし、まあ、言われたみたいにちょっと調整力っていうかな、やっぱりバランス取っていかなきませんよね、はい、本当に ね、 なんかでもそ今思い出すと、なんかそれがあってすぐになんかちょっと落ち込んだんですよ。ブログ書くのもやめようかな、みたいな、うんうん。で、落ち込んでた時に、うん、全国雑誌の、公式ブロガーっていうのを募集してるっていうのを見て、うん、そっちに応募して、そっちが受かっちゃったので、うん、読者モデルみたいな感じで、一時やったっていうのがあって、うんうん、っきっかけになったんですよね、すごく。うん、なんか、やめようかなって思った時に、移動先があるというか、受け入れてくれるところが見つかったっていう。なるほど。まあでも本当にそれもうピンチはチャンスだってもう昔は言いますけど、昔から言うけど、本当に何か目の前にネガティブやと思うことが実はチャンスだったり、はい、まあ、なんか全てがね無駄になること全くないですよね。はいはい、ないですね。はい。ユミちゃんもこんばんはということで。ありがとうございます。はい、ゆみちゃん東北から見ていただいてますもう東北も寒いでしょうね、この間行ってきたんですけど ね、 ね、うん、ありがとうございます。ゆみちゃんも何回目のゲスト、はい、3回目のゲスト、3回目か、そっか、もうなんかあっという間やね。はい、でマサさんブログで炎上と、はい、ね、ありました。はい、もう10年以上前の話ですが、ね、はい、でそこからまあ今、はい、でもなんていうの、まあ二児の母なので子育てをしながらこういうお仕事ずっとされてた、はい、やっぱりこうやっぱ家族との時間も大事やろうし、はい、まあ、家庭と仕事のバランスとか、まあ、そんなこともね、はい、やっぱりいろいろと感じられてると思うんですけど、はい、まあちょっとこう昔に戻ってもらってですね、はいはい、まあ、今でこそこうなんか悠々自適にこうね、はい、僕の本を後ろに置いてくれてるのがもう何ともかも僕もこう置いてたんですけど、もう目立つとこ置いてくださいもうね嬉しくて、こういうね気遣いができる方って、はいはい、ありがたいなと思って、はい、普通は自分の本置きたいはずですよ、ここに自分の本ね僕も置いてますけど、いや僕ここ置いてたらちょっと遠いから、もうこういう持ってきましたけどね、はい、ありがとうございます。まあ浜友さんがですね、実はこの本の中にも書かれてたんですけど、まあ、
新聞配達をされてたと。でこれがですね、はい、僕またハマったんです。僕もですね高校中から決してね裕福な家庭じゃなかったんで、もう学生時代から朝夕のね新聞配達をずっとしながら、まあ今から考えたらよう働いてきたなと思うぐらいやってきた、うん、でそれは苦労とは全く思ってなくて、がむしゃらにやってたんですよね。でそれをね、あの本の中にも浜田さん書かれてて、もうとにかく目の前の、はい、のことをコツ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 頑張ってこられたんやなと、髪の毛をこう振りかざしながらでもバーッとその笑顔で頑張ってこられたんやなっていうのがすごくこの本の一冊の中からですね、すごくこう感じ取れたんですよ。だから、はい、だからこそこの疲れない私でいられる5つのルールっていうね、はい、まあ、なんかそういう文面が出たと思うんですけど、なんかこの本の中でなんかいくつかポイントとして言いたいこととかありますか、まあ、集大成。そうですね、うん、あの、まあ、正直ですね、この本の第一章に全部私の言いたいこと実は書いてあって、うん、ほうほう、第一章、ほう、第一章のやっぱ自分軸で生きようねっていうところを、私もずっと起業した当時から自分軸だよってずっと言い続けてるんですけど、うんうん、やっぱりその、あの、一番大事なことって自分がどうしたいかだけなんですね。もう何をするにもですね。そうね。なので、とにかくその自分軸、まあ私は自分軸っていうのを、自分の価値観と自分のビジョンを合わせたものを自分軸っていう風にお伝えをしてるんですけど、あの、もうとにかく、そこを自分の価値観とビジョンを明確にさえしていれば、もう迷うことはないので、はい、迷ったとしてもすぐ軌道修正できるので、まあそこをしっかり見つけていこうねっていう、それを忘れずにいるだけで大丈夫だよっていうことで、あの、伝えたいなと。いつもこの本、あの、いつもそう言ってるんですけど、特にこの本の中では第一章に、もう、はい、もうしっかりと書いております。自分軸について。そうですね。あの、はい、これ、ちょっと、章立てをちょっとだけ紹介させてもらうと、はいはい、まあ、なんで自分軸が必要なの？それから自分軸があれば恋愛も仕事も人間関係も思いのまま、はい、いつも素敵な仲間に囲まれて過ごしたい、はい、自分軸とは価値観とビジョン、はい、悩んだり迷ったりもやもやしたりするときは自分軸ではなく他人軸、世間軸になっているかも、ね、ここら辺がちょっとすごく分かりやすいですよね、はい、この本の中でもね、うん、やっぱり他人軸、世間軸にっていうのがすごくやっぱりみんななってる人多いと思うんですけど、はい、うん、そのクライアントさんの方とか、まあ、浜田さんのその周りの方に、まあ、お伝えする中でやっぱりこれが一番、そうですね、うんうん、とにかくそこをしっかりと徹底的にやります。私の場合はとにかくもう自分に集中してくださいっていう、はい、うん、こう言いますね、はい、はい、ありがとうございま す, そんなんす、ね、こうやって書いていただいててね、ありがたいよね。本当にありがたいです。いや、これ、まあ、僕今ね、あの、半世紀50いくつですけど、自分軸で生きてない期間とか、あの、世間軸で生きてきた期間っていうのは自分でやっぱり明確に分かりますもん、はい、これ読んでてね、あの、本当に旅をしているような感覚になったっていうのはそういうことで、あの自分の自分はもうそんなあの人 の, あの目ばっかり気にしてやってたとか、やっぱり ありますよね、そういう時ってね、はい、あの、なんかこうそういう時期を減る、減るね、コンテストして絶対あるので、うん、はい、でそこでうまくいかないっていう、なんかモヤモヤするっていうことを経験してやっとたどり着くのが自分軸っていう考え方だと思うので、うんうん、はい、はいはい、そうですね。でも、はい、まあ、その人のことを気にしなくなるということと、はい、まあ、その人と比較というか人とこう競争しながら自分がこう高まっていくっていう場合とかいろいろあると思うんですけど、はい、あの、何、どっちかってスパルタなんですか、浜田さんの場合、そのなんか合宿するとかさ、なんかいろいろ聞いてたら、なんか僕、例えば僕みたいなこのちょっと年上の人が来てさ、はい、結構スパルタで行くんですか。どうなんやろ、そうですね、結構厳しいです。なんかそんな気がするんだわ。なんか、はい、あの、だいぶ厳しいです。厳しいっていうのは自分の言ったこと
あの自分との約束を守るっていうことに対してめちゃめちゃ厳しいんです。はい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 、はい、それ以外は別にいいんですよ。はい、なのでやっぱ自分との約束、自分で決めてくることだったりとか、自分でやるって決めたことだったりっていうのはすごく厳しく言います。まあそれが自分との約束を守るっていうことが結局自分への信頼になるので、うんうんうん、はい、あのその自分を裏切らないっていうことを、うん、あのそういうのをそういうふうにこう自分を裏切りそうになっている人を見るとすごく厳しく言います。なるほど、自分のためにならないからって。うん、はい、なんかすごくあのいや、そもともとそんなに強い浜田さん強い方だったんですか、そのなんか、ね、なんか転機があったとかないですかね、このあのでも私あのもともと結構あの強い方だと思うんですよ。厳しい、なんかもともとさっき言ってたようにこう新聞配達してたりとかっていう経験があるので、はいはいはい、あの多分他の方より基準がちょっと高いんだと思うんですよね。あの厳しさ基準が、自分はそんなことないとは普通だと思ったんですけど、なので結構こう厳しい基準が高いのかもしれないんですけれども、うんうん、あの今結構柔らかくなったねって言われます。丸くなったねとは言われます。はい、一時より全然女性らしさが出てきたねみたいな感じで、はい、言われますね。はい。いやーでも本当にまあ一回 YouTube検索していただくといろんなね、はい、出てきますので、たまにメイクをし、はい、素顔からメイクで変身する YouTube もあるし、本当にちょっと一回紹介だけ先しておきますね。はい、まあね、このまずあ、そっか、これも先にもうお話ししておきましょうかね。はいはい、はい、これイベントの、はい、近いイベントの話の、はい、ノート塾、明日ノート塾ですね。でお茶会、ね、はい、そうですね、山口ですもんね。そうです、はい、山口近辺。まあちょっと今11日のはオンラインにはなに変更にはなってるんですけど、うん、はい、まあ住んでるのが山口なので、はい、山口近辺で活動をしていますね、はい、今はメインで、はいはい、それから、はい、これですね、ここはちょっと、そしたら後で上、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、なんかこういろいろと、はいはい、なんか結構男性の方にの仕事、はい、うん、なんかちょっとカチッとしたねビジネス系モードのそういう仕事も結構されてますよね、これは。あ、そうですね、こちら山口 Y ジャーナルさんっていう、うん、まあ、経済誌なんですけど、そちらの方取材していただいたりとか、うん、はい、して、でこちらも倫理法人会ですね。あ、倫理法人会でね、はい、で講話させていただいたりとか、はい、こうもう本を出してから今4箇所ぐらいから声が倫理法人会からかかって、はいはい、お話させていただいたりとかっていう、はい、結構年上の男性の、はい、よくありますね、チーンって僕らも作詞家にチーンって鳴らして、はい、ね、昭和をしてねやって、はい、男性の方がこうやってピシッとなってて、はい、そういうところでもまた浜田さんこうですよ、はい、あですよって結構厳しめのメッセージしてるんちゃいますの。もうなんかズバって想像がつくわ。はい、割と、はい、割とね、関係なくズバッと言いますね。ね、相手は、はい、相手はあまり気にしないですね。はい、いいと思います、いいと思います。はい、もうはっきりもの言う人が僕大好きだから、ね。はい、この教えないかけるセミナーってなんですか、これは。あ、これはですね、これがセルフブランディングセミナーで、私一人でやってるセミナーではなくって、3人の講師の先生と組んでやってるセミナーなんですね。うん、はいはい、で、自分の内側から、もう、自分の、深い部分でしっかり、自分のキャラクターっていうんですかね、うんうん、そういうものをしっかりと磨いていきましょうねっていう形で、うん、またこれもコーチングの技術だったりとかっていうのを使って、うんうんうん、自分を、まあ、磨く、内面を磨くっていうことですよね、うん、早く言えば、はい、そういうセミナーをやっております、うん、はい、で、あとはこれですね、はい、そうですね、これ先ほど、はい、説明させていただいたのですね、はいはい、
はい、こちらもノート術の、ね、はい、はい、そうです。どうですかね、あの本出てからのやっぱり、はい、なんか変わりがあります。今まだ9月30日か、9月か、そうです、1ヶ月、あ、でも約2ヶ月ぐらい、2ヶ月ですね、はい、はい、はい、そうですね、やっぱり反響がありますね、ね、いろんな、あの一番でもやっぱ嬉しかったのは、あの本当この本買ってよかったですっていうメッセージいただけれる時が、はいはい、なんかこう自分過去の自分を見ているようで嬉しいですね。なんか、はい、なんか過去の自分が困ってたことで、うんうん、まあ、同じように今困ってる人がいらっしゃって、うんうん、で私の本を読んでこう救われる方がいるんだなっていうのが、はい、すごく嬉しいです。いいですね、はい、あ、よかったよかった。まあもう本当に僕らも、はい、どうでしょう、まあ、浜田さんも 20歳ぐらいの年がお若いんで、まあ、年齢は関係ないけども、はい、まあだけど、まあ、すごく30代でこの本出されてっていうことはすごくね、はい、あのこれからまだまだこれいっぱい多分言葉にして出される、はい、まだ2冊目3冊目考えられてると思うんですけどね、はい、ね、バンバン書くってなんかもう本が出る前からもうちゃんと著書のページを作ってたというね、もう完全に青写真が出来上がってるというね、でしたよね。いや本当に私そう本の中にも書いてたんで、ね、うん、書いてた、ありがとうございます、そこまで読んで、結構読んで、いやいや本当に読んでください。いや僕全部読みましたよ全部読んであのもちろん全部読みました、すごい、はいはいはい、ありがとうございます、はい、もう私それもう著者になりたいと思った時に、もう本出したいと思った時に、もうとにかく本を出してる人ってどういうことをしてるんだろうっていうのを調べまくって、うんうんうん、はい。で、Facebook のもう自分が著名人として Facebook ページを作ってしまいで、作って5年後ぐらいに本を出せたらいいなと思って作ったら、うん、もう1年、すぐですね。はい。出せてしまったっていう。そう、すごいよね。それこそハイブリッドのこう夢にこうずっと向かっていくハイブリッドですやね。僕なんかあの何自転車でこういながらあの2年半かかったよ。まあね、まあそれはペースはペースいろいろあるかわからないけど。そうですね。はい。まあでもこうやっぱり達成するとすごいやっぱり。なんか達成感はありますよね。もうそうですよね。はい、本当にあの僕は子供を産んだ経験はないですけど、我が子を産んだような気持ちになるってよく見らん、うん、言われるけど、本当に、はい、ね、本当に愛おしく感じますね。そうですね。もう可愛くて仕方がないって感じですね。ね、はい、なんか本を出してこう自分の手を離れていくっていう感覚。うんうんうん、がなんかすごく面白いなって今回思いました。本を出してみて、ね、はい、なんか本を出してなんかこう書店に並んだ時に、うんうんうん、こう自分が思ってるジャンルじゃないとこに置かれてたりとかするわけですよそういうのを見るとなんか確かにね、こう人の手に渡ったんだなっていうのが、はあはあ、はい、なんか、うん、すごく今回感じて、あ、これがなんかこうなんか子供が離れていくみたいな感じなんだな、うん、ちょうどその子供のことが出ましたけどもね、今お子様2人、息子さん2人、野球やってる、中学生の娘が1人と、あ、はあ、小学生の息子が1人います。2人です高校、ね、はい、じゃあ お二人を育てながら、はい、まあ、あの今本の話も出ましたけども、なんか子育て法とか、はい、こう仕事をしながら子育てをするなんか秘訣っていうんでしょうかね、これな、はい、うん、今子育て頑張ってる方もいらっしゃるんで、そのご自身の何かね、あの基準みたいなあれば、基準って言ったらあれか堅苦しいけど、そうですね、あのね、とにかく女性、まあ、主婦が仕事をする、まあ、やりたいことで仕事をしていくっていうのって絶対家族を味方につけないと絶対できないんですよ。はい、もう家族を敵に回してしまったらもう何にもできなくなってしまうので、うんうん、とにかく家族に応援団になってもらう、うん、なのでママはこういうことをしたいんだよっていうことをなるべく伝えるように口に出して、うんうん、こういう、次こういうことをする、次こういうことをするっていうふうに、こういう考えを持ってこういうことをするっていうふうになるべく伝えていくっ
ていう作業をしていくことで、みんなも、あ、そういうことするんだっていうふうに、こう、イメージができて、で、応援もしやすくなってくるっていう、具体的にこういうふうに応援してほしいっていうのもしっかり伝えて、応援してもらうっていう。はい。みんなで巻き込んで、やるっていう感じです。さすがですね、はい、もう娘さんもね、はい、中学生ぐらいになってたら、はい、いろいろ料理も作ったりでいろいろできるし ね、はい、もうめっちゃお手伝いしてくれてます。なるほど、はい、いいですね、はい、いや息子さんも多分この間野球応援しに行ってきた帽子かぶってほら浜本さん応援 して行ってたでしょ、はい、よう見てるんですよ、はい、なんかあのフェイスブックのストーカーみたいに見てる、ずっと見てるような感じだけどなんかそういうふうに見ていくとなんかこう、はい、なんかこう生活感っていうかな、家族の価値観っていうか出てくるんで、はい、僕すごくその仕事だけでバリバリやってるだけではないなっていうのがすごくね、うん、見えたんでね、そういうのをちょっと聞きたかったんですよ。はい、うん、いいお母さんなんですね、はい、ということで、いいお母さんかどうかはわからないんですけど松田聖子にはい、はい、もうあの自分自身が楽しんでやるっていうのを一番に考えてるので、うんうん、その、それを、まあ、子供が見て、それをどう感じてくれるかが、うんうん、なんか、それでいいかなっていうふうに思ってますね。うんうん、はい、うん。そっか。なんか、まあ、子育てのこともそうだし、はい、まあ、その、魂のソウル覚醒という意味で言うと、はい、まあ、今日は主張されてる方で何か、質問とかあったらね、せっかくこの専門的なことをされてるわけなんで、はい、もしよかったらね、あと15分ぐらいあるので、はい、何か質問タイムとかできれば、はい、まあいろいろとこう格言もありますけど、この、はい、さっき言ったこの星は行動の星であるっていうのがそうですし、あ、僕この、はい、この格言も好きなんですよ、この、はい、ハリウッド美容の、はい、牛山芽衣さんの言葉、はい、これも僕 YouTube でもちょっとこんなちょっと話したことあったんやけど、これちょっと言ってください浜田さんから。はい、女が美しい国は戦争しないですね。ねえ、はい、素敵ですよね。このね、この響き大好きなんです。もうこの言葉を見た時ですね、なんかこうなんていうのかな。本当に嬉しくなったんですよね、うん、なんか自分がやってること、私はこう、まあ、外見を美しくするっていうこともやってきたし、今は心を美しくするっていうことをやってるので、うん、なんかやっぱそれが世界平和につながるっていうことが、なんかちゃんとこう昔からそういうふうに志を持ってされてる方がいらっしゃったんだっていうのを知った時にもうめちゃくちゃ感動しました、うん、はい、本当ですよね、はい、なんか日本って豊かすぎるから豊かボケしてるけど、本当にこう化粧をする時間もなければ、時間というかそう化粧品の道具もない国もいっぱいあるし、それこそもう まずね、衛生とかそういう面でもう全くこう生活のレベルの低いところもいっぱいあるわけなんでね、そう考えたらなんかこういう全ての世界がこういうね、まあ、外見もそうだけど心もね美しくなっていけば争い事がなくなるんであろうというね、もう本当に奥の深いこれ言葉やなっていうこと、はい、ね、本当にそうなんです、争いはなくなるんです、もうみんなの、うん、みんなが美しく、まあ、美しいっていうのがイコール本音、私はそれを素直って表現するんですけど、うんうん、みんな一人一人が自分の本音に素直に生きることができれば美しく生きれてるっていうことなので、そうなるとやっぱし戦争は減る、なくなるっていう風な考えを持ってるので、はい、もうそうなったらいいなって思ってます。いいね、いいね、はい、いいこと、いい言葉をメッセージしてる時のまた浜友さんの表情がまたこれまた美しい、はいそうよね、いや本当に外見だけでないもんね、冒頭にも話しあったように、はい、メイクアップの技術を、うん、プロみたいなね、ヘアメイクの技術を手にしたけども自分は変われなかった部分もちょっと経験もしてるから、やっぱり外見と内面と両方美しいね、はい、意識をするっていうのはすごく大事だと思います、はい、まあこれすごくな、格言、僕本当に僕もこの言葉大好きです、はい、これ、うん、はい、もうで、あとは答えはあなたの中にあるわ、これはもうずっとお仕事的にも言ってる、
そうですね。これはいつも、はい。誰も教えられないよっていうふうに、私でも教えられないことがあるよって、うんうん、それはあなたの中の言葉、自分が持ってるものは自分でしかもう答えはないんだよっていうふうに、はい、言ってるので、はい。はい、そんな感じです。でも聞きに来ません？はい。なんかこう、まあ、変な話、こんだけいろんなことをいろいろとアドバイスして、はい、ね、直接メッセージくれる浜友さんやから、はい、なんかこう、まあ、男性の方もなんかこうちょっと少しはこう、依存するっていうんでしょうか、はい、まあ、甘えてくるっていうんでしょうか。そうですね、もちろんそれは職業柄あります、ね、ます、はい、でそういう時にビシッパシッとこうある程度気づかすわけですよね。そうですね、まあ、依存してくるのも、初めはうちに依存されしてきてもいいんですけれども、うん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 、まあ、そこからやっぱりこう自立していくっていうことをしないと、うん、その人の幸せには、ね、ならないので、うんうん、はい、もうそこに今導いていくためには、じゃあどういうふうに考えたらいいんだよっていうふうに、まあ、本当の幸せっていうのは人に依存することじゃなくて、自分自身で自立してやっていくことが幸せなんだよっていうのは、うん、はい、いつも、まあ、伝えますし、バシッと言った方がいいときはバシッと言います。そっか、はい、すごいな。今後 のそんなバシッと言ってる浜友さんの個人的なビジョンがですね、はい、まあ、あると思うんですけども、はい、これ、はい、音楽もやってるんですか？音楽、具体的には動いては今ないんですけれども、うんうん、もう一個夢っていうか、歌手になりたいっていう夢があったんですね。で、まあ、今回本を出すっていう作家になる夢は叶えたので、うんうん、次は歌手になる夢を叶えたいなと思って、はい。もうね、はい、皆さんね、これね、一応まあもう言っていいよね、ちょっとこう、まあ、絵コンテ的にちょっとこう進行するためにちょっと情報を信じてこういろいろとね、今後のビジョンは何かないですかってこう教えてもらってたわけね、はい、でこう書いてたらね、もうね、音楽の活動もしてね、歌手デビューしながらやってますみたいなことのイメージしか取れない文章なんですよこれ。だから音楽もやってたんですかってなる、もうね、活動してるようなイメージに書いてるわけよ。しかも、一人一人が素直に生きることができれば世界は平和になるという理念のもと、コンテンツ開発、執筆、音楽活動をしてきます。このもうやっぱりあれですね、もう書くっていうのは大事ですねこれね。はい、そうです。もう引き寄せてるがごとく、もう音楽活動をしてるのが、はい、見えてくるという、はいはい、自分的にはもうやってる、別に人に見られてはないけれども、やってるっていう感覚でいつもありますので、昔、はい、10年前にNHK ののど自慢に出たことあるんですよ。はい、なのでちょいちょいチャンスがあればそういうのにも出たりとかはしてるので、それがビジネスに結びつくとかじゃないんですけど、はい、自分がこう目指したものっていうのはちゃんとこうやり遂げたいっていうのがあるので、うん、はい、まあ、それは自分がコーチとして夢を叶えるコーチとして、まあ、生きてるっていう、まあ、それが自分のこうミッションでもあるので、はい、ちゃんと自分の夢はしっかり叶えようっていう、はい、なるほど。それが、まあ、はい、見て後ろ姿を見てる人のやっぱり元気にもなるということになりますよね、はい、まあ、リーダーシップというんでしょうね、はい、そのやっぱり見ていただけたらいいなと。なるほど、すごいな。やっぱりこう今日はこうやってゆっくりお話しするの本当にね初めてなんだけど、やっぱりその、はい、たった1時間の間でもすごくこう熱量を感じてね、意外とあれですよね、はい、まあ、そんなに身長もないですよね、はい、Sサイズですですよね、そんなイメージですよね、Facebook とか見てたらね、はい、だけどなんかこうステージに立ったらもうなんかすごいオーラのあるようなね、はい、まあ、そんな歌手みたいなあるじゃないですか、そんなイメージがね、はい、バンバンこの画面から伝わってくるというね感じでございます。もう若干僕後ろに引いて、僕画角小さいし前に出てるし、はい、いやそれでいいんですけどね、はい、まあ、ありがとうございます。いや、もうあっという間のね時間でしたけども、まあ、今後のその今のビジョンとかも聞かせていただいたんですけど、はい、まあ、なんか特典もねせっかく、やるって伺ってるので、
この上にね、あのバナーにまずちょっとこ の QR コードを見て、ここにちょうどひょこっと出たと思うんですけど、はい、これ公式ホームページですね、はい、これね、はい、あの撮れる方ぜひまた撮っていただいて、はい、くださいね。これちょっと、公式ページもすごく綺麗にね、なんか作られてて、もう独学で全てやってます、ね、すごいよね独学でというそれからこちらが、YouTube ね、浜友さんの YouTube、はい、まあ、YouTube もたくさんね今動画出てて、すごく、はい、ためになるし、まあ、ちょっと笑いも取るこれ言っていいんか、笑いも取れるようなすごくね、顔をね使った、はい、メイクのシーンとかもあったりとかね、楽しい動画もありますんで見てください、はい、それと最後特典になりましたけど、特典はこちらですよね。はい、これ公式 LINE になるんですけれども、うん、こちらにご登録いただくと、5つの豪華特典、夢を叶えたりですとか、こう魂を覚醒させるための5つのコンテンツが動画とか音声だったりとか、文章で見れるようになってますので、ぜひ受け取っていただいて、無料なので無料で受け取っていただいて見ていただけたらなと、うん、はい、思います。はい、はい、いうことで皆さん今のうちにこれね写メ撮っておいてもらって、まあ、これアーカイブも残りますんで、はい、またね、静止画面にしていただいて QR コードを読んでいただいてもいいしね、直接浜田さんに Facebook でつながっていただいてもいいしで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ちなみに浜友さんね、ちょっと僕思うんですけど、この、はい、魂のソウル覚醒コーチというこの文言を、はい、作ったのは誰ですか。はい、これはですね、私が通ってるビジネスの塾の先生がつけてくださったんですね。はい、このインパクトのある名前を。いやね、はい、そうなんですね、これやっぱりブランどう作るための言葉ってすごく大事だと思うんで、はい、今日はどちらにしますかって言ったら、この魂のソウル覚醒コーチ、まあ、セルフブランディングセミナー講師もあったんだけど、上の方がね、はい、まず上でいきましょうってことでしたのね、はい、すごくまあ本当にどこにもないどこにもない名前ですよね。名前というか肩書きですよね、はい、そうなんです、うん、なので結構私は初めて聞いた時はなんか、うん、魂のソウルってもう魂だからなんかちょっといまいちじゃないかなっていうふうになんか初めは思ったんですけど、うんうん、でもなんかしばらくするとなんかすごく反響があったので、うんうんうん、なんか面白いねって、その名前がキャッチーだねっていうので、うんうん、反響もあったりだったりとか、うんうん、自分もなんかそれがすごくしっくりきたので、うんうん、はい、それをもういただいたっていう形で、ね、やっぱりこう人につけていただくっていうのがすごい大事だと思います自分だと絶対思い浮かばないので、なんかでちょっとこっぱずかしいところありますよね、自分のこうなんかこ う本当にこれでいいのかっていうところのね、そうなんです、本当はこういう人がつけるときってもう理想のところまで行ってるから、こういうふうになっていく人やって思ってやってくれてるからね、はいはい、すごくこの覚醒、まあ、そのソウルの覚醒っていうのがかっこいいなと思ったんですよ、はい、でちょっと聞きたかった。はい、ありがとうございます、はい、まあね、本当にこんなあっという間の、ね、時間になりましたけど、まあ、最後にね、この日本女性を元気にする会というね、はい、女性の皆さんに、まあ、これ男性の方も見てますし、はい、別に女性だけでなかったらいいんですよ、自分に素直な人、まあ、女と書いて人って書いてますけどね、はい、何かその一言メッセージをいただけたらね、ご覧の皆さんによろしくお願いします。はいはい、はい、そうですね、もう元気に、とにかく元気であるっていうことってやっぱりすごくなんていうのかな、まあ国力になるじゃないですか国力になるよね、そう、本当に特に女性が元気であることで、女性が元気であれば男性も元気になるっていう原理原則がありますので、とにかく女性がいつもニコニコ元気で明るく、もう皆さんの心を照らしていってあげれば男性もしっかりと働くし、そうすると国も元気になるしなのでまずは女性が自ら自分の力で立ち上がるっていうか、
自分の力で自分をまず、楽しませたりワクワクさせたり、まあ、好きなことをしたりっていう風に、まず女性自身が自分の内側から輝くっていうことを意識することで、すごくこの世界はうまく回っていくようになるので、なんか皆さんのそのワクワク、自分のワクワクっていうものを大事にして、もう一つ一つなんかちっちゃいことでもいいから実践していってほしいなっていう風に思います。はい、もうそれがあのとにかく日本を元気にしていくことの、あの誰でもできるあのファーストステップだと思うので、はい、ありがとうございます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。いや、奥の深い、はい、すごい熱いメッセージでございます。もう国力というところが来ました。あの国の力、そのうちそのうちあの、はい、政治家になってるんじゃないですか。なんかそんなイメージするぐらいですね、はい、本当にあの、はい、いや本当にそうですね。家庭が元気になるためには、女性がまず家庭の中で元気になることが子供をね、はい、将来の子供の種になるし、まあ、男性、はい、そうなんですよ。男性諸君、僕もそうですけどね、やっぱり女性にはかないません。まあ、最近つくづく思います。僕もこの20何年この、ね、女性を輝かすっていう、こうおこがましい、ね、あの仕事してますけど、言い方すれば輝かされあのされてるのは僕やってみたいなね。お客さんからヒデさん元気出しなよみたいな感じです。ほんまそんな感じでございますがね。はい、浜友さん、今日はありがとうございました。本当に素敵な、ね、お話をね、もう こんな一緒に本もね、はい、こうやって一緒に出させてもらえた光栄でございます。本当にありがとうございました。はい、本当に光栄です。ありがとうございました。はい、またあのちょこちょこ遊びに来てくださいね、こちらの。ぜひよろしくお願いいたします。はい、またあのリアルにお会いできる日を楽しみにしてます。はい、楽しみにしてます。ぜひ。はい、ぜひね、また山口行くときはお願いしておきます。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、